歌手の工藤静香50が3日、自身のインスタグラムを更新。名曲嵐の素顔をアカペラで披露し、今は観光、波乗りやめましょう。と呼びかけた。工藤は投稿した動画で、 フォロワーから「この日が1989年の大ヒット曲『嵐の素顔』の発売記念日だ」とコメントが寄せられたことを明かし「皆さんとおうちにいましょう」を第2弾として「嵐の素顔」をお届けします。ぜひ一緒に歌ってください」と「SEA」と書かれた T シャツを着用し同曲をアカペラで振り付きで熱唱「ステイホーム」「おうちにいましょう」 と呼びかけたさらに31年前の「今日は嵐の素顔」の発売日「ずっとこの歌を愛してくれてありがとうね」と「感謝」「自身もサーファーであることから工藤は今は観光」「波乗りやめましょう」「地元の方が迷惑をしています」「今着ている SEA は自宅で海 T シャツ自宅に抹消メッセージです」と綴り医療従事者の皆様レジ介護施設配送業者 ゴミ回収業者の方そしてコロナ問題に携わるすべての方々に感謝いたします不要不急の外出をしない自己管理をするこれが私たちにできることと訴えたこの投稿に元気出たありがとうございます懐かしいいい素敵な歌声久しぶりに振り付けも昔カラオケでよく歌ってました静香さんの人柄「大好きですめちゃ歌ったー」などと反響を呼んでいる